さあ、キラキタ放送終了後の反省会でございまーす。ありがとうございます。さあ、今日もご覧いただきまして、そしてご参加いただきましてありがとうございます。いやー、衝撃的な展開ですね。XJ さんも今までの負けっぷりは何だったんだろうかなってますよ。あの黒い完全にヒールですね、ベルト奪い取って。すごいよね。あのセコンドなんですか、もしかして。いや、僕は別に全然関係ないです。すごいヒャキヒャキヒャキ言われて。いや、まさか、ベルトをね、うわーって持って帰ってきたやつ、多分運は捨てちゃったんでしょ。そうなんですよ。だから、あんなね、あんな今まで負けてたのに、すれ違ったわけです。すごいいい顔してたんです。すれ違った時にね、彼はね。いや、だから面白かったんです。マスクで海海って書いてるのね。そうなんですよ、これね。KWGP、ね、うん、このまあね、あのチャンピオンベルト欲しさに皆さん頑張ってくれてたと思うんですけど、ちょっと残念ながらね、全部持っていきました。作ってくれたのは、はい、いつものバンズ牽制員のトゥンクさんが田中さんに作ってもらいました、はい、キラキラにもね、うん、何回も来てもらってますけど。いやー、ヤキミルムさんがさすがだって来ましたけど、カマセイヌ勝っちゃうんですね、こうやってね。テクシンさんも防衛戦があるらしいということでね、はい、まさかの初代チャンピオンは海海選手だから、うん、皆さんが今後防衛戦でね、はい、勝てばそういうことですね。ベルトが、はい、ベルトの名前が入って、はい、画像が送られますんで、はい、ね、いらないと言われても送られますんで、うん、そうですね、送られてきます。しょうがないね、しょうがない。これはでもね、まあ、ずっと続いていくんですか。まあ続くんじゃないですか。まあ、また毎週やるか分かんないですけど、まあまあね、さすがにちょっと時間使いすぎてるんだ、あれ。まあまあね、あのコーナー、うん、そろそろだって春だし、うん、ほら、あのね、みぼず先生がまたそろそろ春だし、んないかな、春だし、みぼず先生解放するんじゃないですか、あのゼミナール、この間やってたゼミナール。今春開校予定みたいな。そろそろ開校するんじゃないですか。焼きみるまさんが北海道のアイドル増えませんね海坊主さんって来てますけど、北海道のアイドル増えませんね海坊主さ ん、うん、北海道のアイドルですね。これは多分あのナンシーの後だから、うん、雪の水の後、ああそうか、牛乳パックで紙相撲の時のコメントかな、きっと。だから北海道のアイドルの方もだからこれはね、これを機にこう牛乳パックで紙相撲でねご参加いただけると。大輔さんアイドルじゃないんですか。そういう、なんですかね、槍を僕にぶっ刺すんですか。そうですね。すごい槍飛んできた ね、 そうそう。いや、大輔さんがアイドルだったらこれはね、びっくりする、うん、増えたよっていう話。アイドル増えたよ。アキエと参加しないんじゃないですか。参加してくれないでしょ、北海道のアイドルの方々は。そうです ね、 ね、 ね、素敵すぎてね。はい、ウブさんはいいよ、何も答えなくするには、はい、ね、僕は昔くないんだよ、素敵すぎて。北の大地は。稲高木さん、空気が読めないマスクドミユミさん、決戦前の占いは何だったの。いや、だから思いやりを持って優勝したんですよ、結局ね。思いやりでもいろいろあるじゃないですか、あの本気でぶつかる思いやりっていうのもあると思うんですよね。うん、そこでそらなんか手抜いてなんかあれしたとかじゃ面白くないですか。勝った喜びが大きすぎたのか、はい、ついに海海苦労を忘れてたの。いや、わだってやんなかったです。あ、やんなかったです。やんなかったです。なんか忘れたんじゃないんだ。忘れたんじゃないです。やんなかった、やんなかった、それを使わせても勝ったって言いたいんだ。そうそう、もうベルト、日焼き選手そういうこと言ってるよ。ベルトをね持ったから苦労とかしてる場合じゃない、早くもう持って帰りたいの。それが窃盗って言ってます。いや、ちゃんと権利ある状態で持ってきますか、マスクを。なんで勝ったのところだよ、ベルト。なんで勝ったの。アミナカシじゃない。いや、だから、うん、技、最後のフィニッシングホールドは、フィニッシングホールドはだから、何だったんでしょうね。いつもだから、なんか、海海。いや、海海クローですね。何だったの、今日。最後はあの、ボディープレスとかそういう。ジョンペア。ジョンペア。ジョンペア。こういうやつですか、こういうやつ。そうそうそう、ただただそこからバーンって体をぶつけてくるだけ。プロープとかじゃなくて。そうそうそう、あのその場で。高さゼロのところで、そのままビタンって体倒しただけ。それに負ける焼き焼き選手もどうなんだって話だよ。ただビタンってそのまま追いかぶさって勝った。すげえな、昭和の時代だな、それ。
コトブキさん、伊藤さんとかいるときだな、コトブキさん提案してますよ、あのチャンピオンベルト強奪してオークションで売ろうって。ただね、あの名前は彫ってあるから逆にそんな価値出ないかもしれないですよ、これマスクドミューミーって名前が下の方に書いてありますからね、それで高値で売れるんだったらいいですけどね。これやっぱり筋肉マンの顔に似てますね。本当だ、マスクといえばやっぱり筋肉マンなんですかね。そうなの、 KWGP 肉肉って書きたいんですね。ね、KWGP 空気わからないグランプリ源平さんが素晴らしい、素晴らしいです、空気わからないグランプリのこの素晴らしい、空気わからないグランプリ納得するよね初代初代ちゃんも納得、 W はワールドじゃなかった、誰も知らないけどな空気わからないグランプリで優勝したベルト誰も挑戦しないかもね。いや、うまいっす、うまいっすね。日野高木さん、思いやりイコールヤキさんに譲るのでは、絶対苦労を忘れたのに。あれね、本当に忘れたわけじゃなくてね、やろうかどうか迷ったんですけどね。それよりベルトをまず、そうそう、ベルトをもう持って帰りたいっていうのがあったんで。どこまで卑怯な野郎だで、思いやりイコール譲るっていうのは、それは思いやり、男と男の勝負の中でそこは思いやりにならないですよ、やっぱり。もっともなことに騙されそうな感じだったよ。だってそうでしょ、手加減してだってやったって、男と男の勝負は本気出さない、本気でぶつかるんじゃいけないですよ。旦那ちゃんもあるでしょ、男と男の勝負、もう男らしくねひどい。そうだ、旦那ちゃんちょっとほら前髪ちょっと切りすぎた旦那ちゃん、近くで見てください皆さん、なんで隠してるなんで隠してる。でもあの海坊主さんが可愛いと認めた、うん、いや、あの海坊主さんって別にそんな僕大した人間じゃないですか。あの海坊主さん、あのセンサーがですよ、そうそう、海線、海線に引っかかりました、引っかかったんだろう、誰かわからない、うん、いや、だって違う、むしろだからいいっすか、いいっすか、皆さんにちょっとあの眉毛から前髪にかけても見てほしいんですよ、ダナちゃんと違うでしょ、いつものダナちゃん、もうちょっと違うんじゃないですか。で、メイクもナチュラルメイクの感じでいい感じじゃないですか。え、いつものがダメってこと？いや、ダメじゃん、これはこれでいいですよっていう話ですよ。どうする？大丈夫ですか？ん？今こっち読んでた話を聞いてなかったで、ダナちゃんちょっとうつむいてる。で、ここ、あの通り過ぎていくときにこういう感じだったんです。で、ちょっと違いませんだって。あ、ちょっとうつむいて、もう一回こっち向くなって言われてるみたいに嫌だよ。いや、僕はもう正面が好きだな、俺はな。いや、好きとかじゃなくて、好きとかじゃなくて、このアングルで見たときに分からなかったんですって話をしてるんです。パッと見、一瞬チラッチラッと見てください、チラッと。ちょっとうつむいてみて。まあまあ、これだったらわかんない。そうそうそう、いや、だからそうですよ。いや、でもちょっと髪なんだもん。いや、だから顔だよ、も髪なんだよ。で、前髪もちょっと違うじゃないですか。多分僕だってそれは一瞬気づかないでしょ、うん、で、可愛らしい女性いるなって思って何がダメなんですか。はい、でもちゃんと手を振ったよ、うん、でも手振ったんでしょ。だっていや、僕の時振ってなかったです。あ、そうなんだ、はい、ここからの、はい、あ、海ちゃんだっていう時、多分こうこう、反らしたんじゃないですか。反らしたんじゃないだって、こうやって行くわけですよ。でもこの距離だよ、この、ほんとすぐだよ、そうね、まだこれぐらいの距離だよね、はっと思って。いや、もうただ僕はもう大輔さんと笑ってたんですそうだよね、海センサーそれ引っかかったって言えんのする、ね、いや、海センサーは顔見しないんですよ、チラ見しかしないんです。そうなの、うん、海センサーだって顔見してたら相手に失礼じゃないですか、このさ、なんか見てるぞみたいになったら困るんで、うん、そうだよね、はい、海鮮さん、海鮮さんはこうなるっていう、今の海鮮さんはこうなるよっていう、そういう感じなの。カメラで表すとセンサーはこういう感じですっていう、今ちょっとやってみました。だいぶ手ぶれしごめんなさい。お疲れ様です。まあ、っていうことがありましてね、愛が足りないってことだよ。コトブキさん、決まり手はスモールパッケージホールドあたりかなっていう、あれですね、丸め込むって、丸め込む力技とかじゃなくてくるくるくるってこう一瞬のなんか、うん、ちょっとじゃ好きで勝ちましたね。そうそうそう、あるね、肩をプチってつけて、得意そうだね、そういうの。クシエさん、もう世も末だって言ってます、ね、どういうこと。いや、ケミリマさん、わ、私が倒れても次の資格がきっと倒してくれるはず、ウミウミって言ってます
まだね、皆さんたくさんいらっしゃいますからね。KWGP で大喜利開催って書いてます、ね、や日向孝也さんKWGP でね、KWGP でそれぞれちょっとなんか、うんうん、でもやっぱりね、空気わからないグランプリは結構やっぱすごい上手いですね、面白い。クッチェンさん、そういえばバカ殿やるらしいですが、火曜じゃないです、水曜日ですって。明日かな。そうだね、火曜じゃないんだ。今日何やってるの、見れんじゃん俺今日。何やってんだろう。まあ、ということでございましてですね、まあ KWGP、幕を閉じたわけですけども、第1回、うん、KWGP じゃなくて、うん、ベストオブザスーパーマスの第1回が終わってそうです、ね、KWGP これから始まるんだよ。そもそもは違ってるちゃんと企画者としては伝えなきゃいけない。そうね、そこ間違ったら大変だって、ベストオブスーパーマスクをうまく言えない。実はね、これね、うん、マスクの焼き焼き選手のね、うん、ベルトも作ったんですよ、はい、名前入ってるんですが、はい、負けてしまったので、はい、絶対出しません、うん、以上です。大変申し訳ないですけど、うん、出しません。で、今後挑戦してね、勝ったらそれまた出せますんで。そうですね、今もうあの何回見ても海海としか書いてません。そうですね、ごめんなさい、うん、マスクの海海としか書いてません。書いてません、はい、本当は焼き焼きって書いてるのもあるんですよ、はい、見たかったな、ね、ちょっと三星さんが手を滑らせればいけるんですけど、今残念ながら滑らないんですよ。見たかったなあ。今この中指をカチッてやれば見たかったな。今焼き焼きって名前書いてるのが見えないんですよ。今ちょっとこの横のボタンポチッてこっそり絶対やらない時の。あっ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 イライラする。なんだこの人ちょっと嫌だ。なんだこの人すごい浮かれてるな。一瞬はマスクのえげうめみになりました。なんか今日絶好調ですね、あのさ。なんかいろいろあったの。だから春がね、すっごい見られてる。春がすげえ見れて、なんだあれ春がね、来てるじゃないですか、うん、ウキウキなんですよ、雪解けて。あれは森本さんだわ、来ないの。マジですごいですけど、そうじゃないの。見たことあるっていうやつ。なんすか、なんすか、あれやつじゃないですか。スタジオに入ろうとしてるんじゃないですか、あの人。この人の番組ですかね、うん、ゲストさんですね、うん、で春になって自転車結構よく乗るようになったんです、うん。で、ウキウキな気分なんですよ。マスクとウキウキなんじゃないですか。そうそうそう、マスクとウキウキ。気持ち悪い。自分で振っといて気持ち悪い。気持ち悪いな、こんな人と。自分で振っといて気持ち悪いってことでしょ。そうそうです。自分で振っといて気持ち悪いってことないでしょ。バカ殿は確か4月1日だったって。4月1日再来週かな、うん、エイプリルフール。おー、水曜日エイプリルフールなんですね。みやびさん、大型免税店が小樽と函館にできるそうですね、ということで。大型免税店といえば、言えば、僕すみません、あの免税に疎いんであれなんですけど、大型免税店といえば何ですかね。なんだろう、やっぱり海外のお客さん狙いってこと。うん、まあそうでしょうね。で、小樽といえば、まあ小樽も函館もそうですけど、まあ、でっかいショッピングモール自体はね、あるんで、まあ、大型免税店できるらしいですね。うん、いや、キミルマさん、そんな空気が読めるはずない空気いや、読んで一瞬クリックしようエクシテンさん、春になったら運動したいですね、例えばランニングとか。うん、うん、どうすか、ランニング。スポーツの春、いや、今年こそちょっとやりましょうよ、スポーツ。スポーツね、あのラウンドワンに、ね、うん、行ったこともありますけれども、はいはい、スポーツ。そうです、体を動かしたいな。うん、やりましょう。今年は何します、卓球動かないよね卓球は動きますよ。いや、でも我々の卓球はね、我々の卓球は動かしたじゃないですか、体。そうそう、ピンポンじゃなく卓球ですから。めちゃめちゃヘロヘロになりました、ね、ガチですよ。もうマイラケッツ持ってきますよ
卓球、死闘をね、死闘を広げたね、日向孝さん、KYGP 来ました。KYGP じゃないんだけどな。KWGP なんだけど、日向孝さん、KYGP で作っちゃったけども。新しい、ね、新しい、はい、K、空気より、Y、雪の水、G、ごくごく飲める、P、ピックよりも、豚。空気より雪の水、ごくごく飲める豚よりも、うん、これはちょっといいんだけど、はい、とても綺麗なんですけど、はい、雪の水さん的にはどうかわかりませんすいません、はい、ピックよりも、そうそうそうなのですいません、広告宣伝には使えるかわかりません、空気よりごくごく飲めるっていうのはどういうことわかりません、すいませんクイよりごくごくなんだろう、深追いしない方がいいと思うよ、これね、きっと空気よりも豚よりも皆さんハマっちゃった、深追いしちゃった、ラオックス、宮部さんからラオックス、ラオックスって知ってます、全然わかんない、秋葉原とかにあるラオックス、あ、知ってますよ、ダナちゃん、ラオックス、全然わかんない、ナノックス、あ、秋葉原、秋葉原って言った、銀座、へえ、それがオタルトンコだった、ラオックスって何屋さんなんですか、家電とかじゃない、まあまあ、免税店だけど、もう安定ないから、何でもあるってことか、家電販売、ラオックス、オタル函館出店、海外客に照準、札幌には旗艦店、検討、うん、いいっすね、小樽、僕ね、友達が小樽にいるんですよ、うん、教えてあげよう、まあ、小樽がね、うん、盛り上がるっていうことはいいか、なんか最近小樽ね、盛り上がってるみたいで、うん、夏になったらまた小樽の海に行けばいいんすよ、うん、そうですねそうですそうです、そうです、ね、妻は行ってらっしゃいますよ、いやだから大好きだ、今年こそだからバーベキュー味をね、バーベキュー味を、バーベキューソースの、いやでもそれ教えてくださいよ、はい、だから本当に行きましょうよ、今年じゃあれですよ、ね、行きましょう、海教えてくださいよ、そのバーベキューの味っていうものを僕あのバーベキュー、僕配信するんで、はい、皆さんと一緒に共有したい、バーベキュー、初めてのバーベキュー、バーベキュー味、これバーベキュー、私が去年味わった初めてのバーベキュー、ね、初めてのバーベキューの味っていうものをこれ皆さんと一緒に共有したい、バーベキューソースイコールバーベキューの味だってわけじゃないんでね、だから僕クラブで食うから、持ってくから、バーベキューソース、バーベキュー味、うん、バーベキュー味のあの札幌ポテトとマックのあのバーベキューソースと2つ持ってくから、それとどのぐらい違うんだっていうのをそこで比べるの、何でその残念な顔するの、違う、そこで比べるんだよっていう、だって言いたかったやつ、海で焼肉やるって言ってるのに、はい、札幌ポテトのバーベキュー味を持ってくって言ったらみんな残念な顔するお前これから焼肉やんのになんでそれ買ってんだって99、もう100人いたら99人がいますよ、いやそれやだ、そんな面白くない人たち行くのはしたらだってみんな残念、いいじゃん、だって僕だって言われますよ、いいじゃん、焼肉すんのにそれ系のスナック菓子買ってったら、うん、なんで焼肉するの、みんなの分買ってくよいいですか、じゃあお願いしていいですか、みんなの分お願いして、みんなの分買ってくよ、バーベキューソースも一人一つお願いしていいですか、いいと思う、みんな食べよって、わかりました、ダメかよ、あダメじゃない、大輔さん間違ってない、日向孝さん、したいんだけどな、日向孝さん、なんかすいません、抜けてた雪の水さん、すいませんって、いや、大丈夫です、大丈夫です。で、エクシンさん、そういえば北陸新幹線乗りたいですということで、あれ、終わったじゃないですか、何あれか、北斗星と、そうそうそう、北斗星と、終わったじゃないですか、はい、終わったじゃないですか、ちょっともうあれ、乗りたかったんですけど、なんで乗せてくれないんですか。別に乗せる気はない最初から乗れば最初から乗る気乗せる気もないし、日向孝さん来ましたね KWGP K 車なら W ワゴン G だろう P プロデューサー G がなんでだろうだろうだろう
車ならワゴンだろプロデューサーっていう文章もなかなか言わないですけど、 G がなんでだろう、面白い、なんで G だろうなんですか、面白い、俺、間違った教育受けてきたのか、 KWDP ですけどね、これそうなので間違ってない、日向影さんのあの G をだろうっていう大喜利ルールを変えてきました、攻めましたね、小徳さん来ましたね、 K、こんな世の中だから W、分かった風の素振りで G、我慢する P、ポイズン、ポイズン僕ね、言いたいことも言えない、こんな世の中ポイズン、ポイズンポイズンだから僕いつか、じゃあ今日の放送中は語尾に絶対ポイズンってつけるでいいですか、僕いいよどうぞつけて、エクスチェンジさんポイズン、そエクスチェンジさんポイズン、そういえばバーベキューソースコストコであったな、ポイズン、コストコでもあるんですって、ポイズン、よくあるみたいですね、これ国会よくはコストコにもあるんですって、ポイズン、すごい毒持ってるみたいですよね、あるんですね、ポイズンですね、積もってた、今日ちょっとだね、どうした、何した、何かあった元気だね、今日ね、何かあったの、ういちゃん、何かあったんだ、だからポイズン、でもいいことあったらしいけどさ、何かあったっぽいね、だから、自転車にもう乗れんすよ、ポイズン、今もう雪解けて、ポイズン、ポイズンってうざいっすね、うざいね、やめましょう、ポイズンなんでどうしたの今日、浮かれポンチだよね、浮かれ、いやだから言ってるんですか、春は浮かれてくるんですよ、雪のことは、前あの去年の今頃、一昨年の今頃の放送を見てもらえば分かります、浮かれポンチですから、そう浮かれポンチです、浮かれポンチって、浮かれポンチです、あのまあ雪溶け出したら浮かれポンチになるんですよ、本当に、はい、すぐ映ってんだけど、なんかいつの間にかみんなフレームアウトしてくるんですけど、日向影さん、北斗星は定期運行がラストランだっただけで臨時で走ります、あ、そうなんですね、8月までは臨時休校はあるんですって、でカシオペアも9月末まで、関東に来る際はチケットを取って応募しようということ、あ、なるほど、ポイズンポイズン、なんか今日何で違うのか聞いといてたんじゃないですか、ありがとう、お疲れ様、小峠さんにも浮かれポイズンってそうだよ、いや本当にあのガチで浮かれてるっていうか、エクシェンさん、バーベキューとはベーコンください、ちょっと大好きなんで遠く行くんですか、なんで遠く、涙出ちゃってよBBQ を、まあ、大喜利でねちょっと考えてくれまして、バーベキューとはベーコンくださいということですって、バーベキューイコールベーコンください、ください、あ、KWGP 来ました、焼き森山さん、 K キャンプで、 W 笑い者、 G 頑張ってバーベキュー味持ってったのに、 P プンプン、キャンプで笑い者、頑張ってバーベキュー味持ってったのにプンプンってことですよ、笑い物にはならないでしょ、喜ばれるでしょ、いや、あの残念な顔されます残念な顔それおかしいよ、いや、だって、バーベキュー味の札幌ポテトをね、うん、なんでこれから焼肉するのに持ってくんだっていう話で、うん、残念な顔はされると思いますよ、結構持ってくる、これね、あの別に僕がするんじゃなくて、あの量とかの問題じゃないし、別に量の問題でもないし、うん、あなた自発的に用意するよとかそういう問題でもないんです、うん、だからこれは別に僕がするんじゃなくて、箱でいく、行きますか、いやだからやってみてください、あの、じゃあ分かりました、あの大輔さんが行くときに一回やってみて、焼いてみるか、うん、やってみてください、焼いてみるか、うん、あの焼いてみるかって言った瞬間に残念な顔されますからなんでなんでバーベキューソースって、そもそもバーベキューに使うソースじゃないんでしたら、いやだからなんでそうなのか僕も知りません、じゃあ、じゃあ分かりました、あなたね、でも札幌ポテトですよ、まあバーベキューソースはじゃあ置いときます、一旦、うん、でバーベキュー味の札幌ポテトは、うん、焼肉するときにあまり好まれないですよ、本当いや僕は別にいいんですよ、結構ガッツリ系なんで、うん、別に焼肉の後にまたバーベキュー味が来ようがいいんですけど、うん、
まあ、特に女性の方とかちょっと遠慮したいなっていう風になると思う。趣味が合わないな。いや、じゃあ会う人と行ってみたらいいと思う。趣味が合わないな。だってあなた別に趣味はって言いますけど、バーベキューしたことない人にバーベキューの後にサッポロポテトのバーベキュー味持っていくと趣味合わねえなって言われたくない。一回じゃあバーベキューやってみてください。あと趣味合わないなってで思うと思うんですよ。これの後に別にサッポロポテトのバーベキュー味いらねえって。頭変わってんだよみんな。あのお腹の問題です。頭よりお腹の問題なんですよ、どちらかというと。で、なんだろう、頭硬いっていうよりお腹の問題でしょうね、これね。だからそれこそあなたの得意なあのスイーツとかを持ってった方がみんな喜びますよ。札幌ポテトのバーベキュー味をわざわざ持ってくるよりも。そうなの。はい。じゃあだってですよ、あなたね、あのじゃあ分かりました、あなた焼肉はするじゃないですか。はい、はい、焼肉の後にスイーツと札幌ポテトのバーベキューソース味あったら、はい、どっち食べたいですか。これもう自分の心に問いかけてください。自分の心に、自分の胸に糸電話です。糸電話ないです。声できるやつ。聞いてみれって言われる。そう問いかけてみて。ちょっとそれあの自分の胸に問いかけてみてください。うん、どうですか、焼肉の後食べたいのはどっちですか。まあ後だったらね。いや、そうですよね。それですよ、それ。問いかけた結果、素直に、あ、どうだったらね。それあの趣味合わねえだ、なんだって言ったわけですよ。焼きめりもさんが、海坊主さんおすすめのキャンプ場って一言返ってきたんですけど、これなんですか、海坊主さんおすすめのキャンプ場って一言返ってきたんですけど、あ、小樽とかなのかな。でグースティンさん書いてきました。 KWGP、K が完全に W 話題性十分、 G 自首して、あ、自首してを G、 これ J かな、レ P がバックレル、あ、 B か、これだから G と P 両方ともあれですわ。これあのなんだろう、あの送る前に気づかないんだ。そうなんですね。あのいや、あっしろかって打ったんだったら気づいてるよね。これもあの日向隆さんの G のだろうと一緒で、皆さんあの大喜利やる気あるんですか。やる気みたいな、大喜利になってないんですよ。皆さんルール自由になって、あの KWGP のむしろ言わせもらいますけど、あの大喜利をやろうって誰も言ってないです。言ってないのにやって、やりましょうって言ってないんですよ。やってないのにやって失敗してるんです。これあの少しは僕らの身にもなっていただきたいんですよ。横でダウンしましたけど、わかります、皆さん。まあ私たちがね、一緒に大喜利やりましょうよって言ったんじゃないんですけど、あのウェイボーさんは完全にあの日本語がちゃんと読めないとかっていうレッテルを貼られる危険性があるんですよね。そうなんですね。もう新しいルールになってます。 50% 合ってれば大丈夫だみたいになってますよ。K と W さえ合ってれば他いいやみたいに。そうもういかにもウーバーさんがやりましょうってやったせいになった。そうですね、別にあのいや皆さん無理しなくていいですか、別に、やりましょうっていう流れになっちゃってますけど、やりましょうとは言ってないですからね。日野高木さん、それバーベキューしてない人全員を敵に回しましたよ。あ、海ちゃん宅にその筋の人がいるわ。バーベキューしてない人の筋の人、僕の家に。だから、うん、バーベキューしてない派の人たちがいるわけですよ、僕の他にも。僕の家に。いや、知らんけど。こうやってますよ。あ、海ちゃん宅にもうその筋の人たちが待ってるわ。あ、そういうことか。ああ、なるほど。
この野郎みたいな。え、どれに対してですか。別に敵に回しない。だから別にバーベキューしてしたことない人は一回してみてくださいって言っただけですよ。僕、僕分かりませんそんなこと言われてもいや、あなたが僕を責めたところで。いや、そうですよ、僕は別にあなたに対してない。分かってます、分かってます。なんか今日すげえ、すげえな俺、どれのことだろうな。エクシンセ田中さんで思い出した TNK トゥモローネバーノーズ誰か言ったかな誰かが言ったのかな いや言ってないかな今日のタイムラインが自由なんですけどだから全部今ノーズが滑ったってことそういうことになってますけど僕今日タイムラインを読んでない読めない、その YouTube で今見てる人たちとかって完全に全部運動さんが滑ってるから全部ただ僕タイムライン読んでるだけなのにタイムライン読んでるだけ全て滑ってる。お前ちゃんと喋れやみたいになってるんですよ。エクシンさん BBQ ボカホンのビートをくらえ。だからQをなんでくらえエクシンさんの Q は基本家業なんですね。くらえっていうやつでね。ですね。ボカホンのビートをくらえっていうのは、まあ我々のねボカホンを使っていただくのはすごいありがたいですけどもね。うん、あ、焼き目さん来た。KWGP 来ました。K 買い、W 忘れた、G 牛乳、P パック。買い忘れた牛乳パック。だからいいんですよ、綺麗なんですよ。そうですね、綺麗だな、おおっていう品評会やるって言ったんじゃないですかだからいや、でも皆さんすごいですね、綺麗だって言っておおって言っちゃったけど、今ここまで言ってるのにまだ放り込んでくるのが心の中で今素晴らしいですけど、心の中で一瞬深くにもおおってなったんですよいや、ちゃんとなってるなと思いましたけどだからっていうね、すげえな、皆さんのハートがすごい。ことぶきさん、BBQ 楽しいんだけど、後片付けが、そうそう、後片付けね、大変なんですよ、確かに。そうなの？そうだろう。一緒なんだ。いや、でも、後片付けしたことないもん。後片付けも含めて、バーベキューだと思うんですよ。うん、もう遠足は家に着くまでが遠足だじゃないですけど、後片付けもみんなで一緒に楽しくできるものだと思うんですよ、うん、バーベキューって。うん、でその後片付けもみんなで楽しみながらやって、後片付けは後片付けで後片付けのエピソードがあったりとかするわけですよ、うん、後片付け略すなんですか、若干大喜利の流れに乗ろうとしてますけど別に大喜利でもないし別にやるべきだと思うなんなんですか。いや、もうなんか、そう流した方がいいのかなみたいな。でも、別に大喜利じゃないし。一瞬頭だよ、ATK、ATKD、ATKDK、ATKDK だったさ、ATKDK。ATKDK もみんなで楽しくやればいいやつ。後片付けって言おうが早いんじゃないですか。まあね。まあね、なんて言えばいいの、バーベキュー終わったら ATKDK、うん、どういう風にみんなを促すのあのやれよと言うそうそうそう、どうなんて言うの、なんて言うの、休むないから。いや、僕も別に ATKDK やろうぜと言うことはない。あ、それって言うの。いや、言わないですよ。いや、じゃあもう食ったからもう片付けていくかみたいな話を、うん、片付けていく、片付けていく、略したの、え、ディケディケ、なんでちょ、この絶対滑るから固くなにやらせようとしてますけど、あなた滑らすのがいいですか。ラキメイコさん、ほら未来通りすごいですね、ハート強いです。あれ、皆さんに聞こえたのかな、さっきのゼミエンビ選手の体を鳴らそうと。だからあいつこうやってこうやって入ってきて僕のヘッドホンにはめちゃめちゃ聞こえてうるせえぐらい聞こえたんだけど、皆さん入ってんのかな。こうやって入ってきてこうやってやりながら来てバンバンってやってた。本当タイトルマッチだなと思ったもんあるなって思って、タイトルマッチにやるときにこうやって、ね、機械室からちょっと出てきてさやってね
エクステンサー BBQ ね、スモークも BBQ 言いますね。なんでこう評論家の方みたいになってますけど、バーベキューね、スモークもバーベキュー言いますね。そうですね、ちょっとわかんないですね。燻製とかってことですか、ね、ああ、スモークも、うん、BBQ って言いますねと、っていうことじゃないですか。そういうこと、はい、そうなんです。スモークって燻製ってことですかね、っていうこと。あの確かになんか燻製機みたいなのがあって、はい、あのバーベキュー行ったら例えば肉とかもそうだし、卵とか野菜とかを燻製にすることもありますね。確かにバーベキューまあそれ美味しいですけどね、いぶすんですよ、煙でいぶしてスモーク、燻製、それのことかな。イブシコウタ選手が出てくるわけじゃないんでしょ。いや絶対言うと、多分プロレスラーのねイブシコウタ選手が僕好きですよ、イブシコウタ選手とりあえず入ってくるわけじゃないんでしょ。イブシ選手好きですよ。でもイブシコウタ選手は別にあのレスリングの、プロレスのレスリングの上じゃなくてもやりますからね。あのその辺の道路とかとか BBQ の中に出てくるっていうあるのかな。突然ね、入賞前の筋肉パンプアップ音ちゃんと聞こえてます。よかったよかった。すげえ入ってたんですよ、僕 の, あのヘッドホンの中にはね。すっげえうるせえな、この決勝戦と思って。ペチンペチンうるせえぞ。入るんですね。よかったよかった。いや、あれ入ってて欲しかったですけど、確かに。入ってなかったらただただシンパシーしてるだけですから。やっぱりね。もう KWGP ですから臨場感ってよかったですね、KWGP ですからちゃんとね、うん、入場シーンから気合い入れていかないと戦いらしかったですね。いやそうですかそうですか。いやちょっとやばいです、あのだいぶ顔が痛いです、笑いすぎて。今日のタイムラインすごかったなこれ。大喜利のルールとしてあの合わなくてもいいんだっていうルールを僕初めて知ったんだね。なんか飲み会じゃないですか、完全に飲みが何でもありみたいなアルティメットの状況になってますけどね。ああということでございましてですね、まあ本当、まあ後ろの景色ご覧いただいてもお分かりになる通りも本当ね、まあ、ほぼほぼ雪も溶けてきまして、まあ、札幌地方ね、行くとまた来たKWGP 来ましたよ、K 禁断の W 話題 G ガチで聞いた P プロデューサー、プロデューサー縛りをなぜしてくるのか。禁断の話題ガチで聞いたプロデューサーですよ、プロデューサー。いやだからさ、どうリアクションすりゃいいの。いや感想何この K 何点とか続くじゃん、そうすればこの KWGP は何点か。禁断の話題ガチで聞いたプロデューサープロデューサーで縛ってくるんですよ。最後にさん、あ最後にびっくりマグで締めるっていうあたりは、はい、これは情緒感があって、はい、そうですね、だって BBQ のくらえっていうやつもそうですからね。ただ、トゥモローネバーノーズはびっくりマークついてないです。トゥモローネバーノーズびっくりマークついてないんですけど、 TNK の、はい、まあ、3文字でいった時っていうのは、はい、びっくりマークは使わないっていうのが一つの今のトレンドなんで、 BBQ3 文字ですけどびっくりマークついてます。僕はほんのビートくらい、これはフェイクですね。フェイクどっちがビーでビッグマークが何よもう。今ので言うとびっくりマークがフェイクじゃねえよ。誰だよコメンテーターにすんの。なんだよこの競技。大喜利ですよ大喜利。大喜利なんてねえじゃないか、だってエクスチェンさんもう全然気にしてないですから、そういえば入間に吠えとったなと。もうあなたの話題ですよ。あの昔からありました、あの前からありました。もう今日はこんなところでいいですか。もうあの勘弁してください。だいぶあの削られたんですけど。勘弁してください。もうあなたさん本当すいません、我々がバカでした。
我々が暴露しちゃう。すいません。すいません本当に。こんなんですいません。孤独さん、そもそも最後の文字でオチをつけないとあいうえお作文にはならないのよってコメントが来た。オチをつけなさいと。もうプロデューサーじゃ落ちてないぞと。落ちてないぞと。うん、すいません。すいません、僕が代表して謝ります。すいません。何この競技。品評会は知らんけど。一番最初に言い出したのって誰でしたっけ、これ。小鳥さんじゃねえの。小鳥さんか。で、あ、違う、日向影さんだ、ほら、KWJP で大喜利開催からのプロデューサーじゃん、それ。そうそうそう、プロデューサーさあ、プロデューサーに対してクシエさんが最後、送ってくれたんでしょ、小鳥さん、プロデューサーに対して。ああ、プロデューサー、あ、これは何ですか、あの日向影さんに対してあの禁断の話題をあなた聞いたんでしょって言ってそういうことなんか聞いたの、話題聞いたんでしょ。で、プロデューサー、プロデューサーで G なのに D を突っ込んできましたから、自らね、ルールをだろう、 G をだろうって言ってましたからね。いや、鬼滅はこちらこそすいません。いや、こちらこそすいません。いやいや、そう、我々の力不足で。あ、そっか、クシーンさん久々だったんですね、反省会、すみません。おー、うん、あー、ということでございましてですね、顔が痛い。まあ来週はたださ、反省してますっていう風に、はい、タイムライン上でここで書かれてしまうと、はい、やっぱり結局ウィフォーさんが一番滑ったみたいな、そういうことになりますね。そういうことになりますね。なるんで、いいでもツルツルいきます。まあということでございまして、まあね、もう春の足音も近づいてきている札幌から、また来週もね、元気にお送りしたいと思います。来週はタイトルマッチあるか分かりませんけどね。そうですね、そろそろ春なんでね、はい、あの皆さん恋の話もしたいんじゃないですかね。ああ、春、皆さんに春をと、まあね、やっぱり開校するのもいいじゃないですか、ね、そろそろあのゼミが、ゼミが、ね、集中講座みたいな、ね、この間もね、まあ、ゼミのねことじゃないですけれども思って実行したことがちゃんと型にはまりましたんで、はあ、はあ、うん、ぜひね、皆さんにも。だから元気なんだ。いや、それじゃないです。それは関係ないです。それは確かに、それはそれですごい良かったんですけど、それはまた別の話です。この浮かれポンチと。浮かれポンチって。ということで皆さん、また来週。